あの、承知。行くぞ。敵の追撃を振り切らねば、味方援軍と合流し体勢を立て直そう。観念しやがれ。誰かが山賊に襲われているようだな。見捨てるわけにはいかない。助けに行こう。そこの方、手助けをお願いできませんか。ならずの身に大切な腕輪を取られてしまった。分かった、力になろう。来やがったか。申し遅れました。私はクラフタ錬金術師です。とはいえ、私は人間の体です。この身では錬金術は行えません。戦うには腕輪が必要なのです。ならば必ず腕輪を取り戻そう。Well fought, Hayabusa. Well fought. 守備は上々か。に渡した。今頃はお頭が持ってるはずさ。あいつらよくも俺の部下を。こうなったら人叩きにしてやる。私も力を尽くします。守備は上々か。
腕輪を取り戻していただきありがとうございます。では私の力をお見せしましょう。まあ、なんだあれは。バカでかい腕。行きます。なんだあれは。化け物か。逃がします。錬金術の力、思い知りましたか？あんなのに勝てるわけがねえ。逃げろ！我に死角なし。いざ竜のごとく攻めぬかん。報告です。敵の追っ手が到来しました。させません。因果応報。さらば。あなた方は敵に追われているのですね。腕輪を取り戻してくれたお礼に力をお貸ししましょう。ここに来る前に兵器のようなものを見ました。うまく利用すれば戦力差を補えるかもしれません。私は兵器を動かす方法を探ります。あなた方は少しの間敵を食い止めてください。守備は重要か。お見事な戦ぶり。お見事な手並みを。敵はいつこ。いざこの長中へと勝負してもらおう。因果応報。これは移動式の兵器のようですね。しかも高温の炎を放出できるようです。守備は上々か。はやぶさ流忍術こそ天下無双と知れ。負けぬ。よこしまなる者を打ち破ったり。行くぞ。全て蹴散らしてやる。こう来たか。さあ行きましょう。俺の前に立つか。いい度胸。なかなかやるな。貴様の顔覚えておいてやろう。我に死角なし。守
士の務め必ず果たしてみせます。敵もやるようだな。立ち止まっている時間はないというのに。立ち止まっている時間はないというのに。初見の兵器は因果応報。たやすく操作するとは豊富な知識の持ち主のようだ。九死に一生を得たプラフタ殿のおかげだ。いえ、私こそお礼を言わなければなりません。大切な腕輪を取り戻していただいたのですから。感謝さ。あげるよ。なるほど。うん。火の場所へ向かう。刹那の仲間を排除しつつ進もう。それは指揮官たちはマリーが止めます。前方にはバフェモン、後方には刹那の仲間。心配極まったか。援軍が来る手はずになっている。敵の数を減らせば勝機は見えるだろう。うん、これはバフェモンを引き受け、残りはお前たちで何とかしてくれ。守備は上々か。あの化け物ども、まっすぐ俺たちに向かってくる。おそらくは日を守ろうとしているのか。ヨミが奴らを操っているのかもしれない。それだけヨミとやらの影響力が強まっている。難儀だな。ようやく道が開けたか。火の場所へ急ごう。お任せあれ。我に死角なし。援軍はまだか。残念だったね。あなたたちの仲間はもう来られない。どうぞ援軍なくば希望を積む。守備は上々か。守備は上々。敵の勢いもこれで少しは弱まろう。
急ぎ式様を援護するのだ。初代の王が作った石碑だ。読みを封じる方法が記されているらしい。だがその碑がなぜ隠されているのか、私も先代の王である父もわからないのだ。見事な技の際です、龍様。任務完遂のため私も力を尽くします。守備は上々か。私と家族についてお前は何も言わないのだな。俺が何を言ったところでお前の覚悟は変わらない。違うか。父はこの世界を愛し救いたいと考えていた。玉木と刹那のこともいつも案じていた。私は父の先代の王の意志を継ぎたい。父より託されし意志か。その気持ちは俺にも。よし、こちらの思い通りだ。いざ尋常に勝負せよ。体勢が整った。さあ先へ進もう。悪いけど倒させてもらうよ。戦撃部隊か。早急に倒し被害の拡大を防ごう。 Well fought Hayabusa. Well fought. 守備は上々か。そういえば刹那さんはどこ行ったんだろう。いなかったから手紙残して出てきちゃったけど。そういえばロブニャフさんもいませんね。とりあえず私たちで頑張りましょう。ハヤブサ流忍術こそ天下無双と知れ。見事な戦ぶり。敵はいつこ。
敵もやるようだな。ドンピシャだぜ。邪妖じゃない敵か。なんだかやりにくいな。よし。ドンピシャだぜ。みんな応募。さらば。よこしまなるものを打ち破ったり。見事だ。その力は心から頼もしく思う。忍びの技を見よう。お任せください。そのままドボンとします。見守っております。 Now we're talking. 消えなさい。 You're goodLooking good. この勢いに乗じます。その技、手本とします。ゴーカー、力を入れてください。いつ見ても鮮やかです。これで終わりです。You are finished. 守備は上場か。邪魔よ。ハヤブサ流忍術こそ天下無双と知れ。英雄か。そこをどいてくれ。なぜ私が人間ごときの命令に従わねばならない。裁きの時は来た。あとはもう落ちるだけ。落としてあげるわ。我に資格なし。この中か。は？邪悪なる黄泉を泉の底へ封刃とする。故に神器を書かれているのはここまでだ。これは欠片でしかない。いくつあるかもわからぬ他の欠片を探す時間などもうこの世界には残されていない。世界を救う術などなかったというのか。Thank you.
なんだ。そうだね。そうだね。そうだな。まさか。よろしいですか。
うん。ええ。ロング。雪村。いいえ。うん。ええ。Understand。つまらぬものですが。軍隊隊長有馬はじめで、闇に生きるが定め。闇に生きるが定め。
軍やるよ。分かったよ。うん、分かった。いいだろう。黄泉に操られているふりをして皆を攻撃する。共通の脅威を前にすれば奴らも団結するだろう。なんだあの禍々しい魔物は。まさか古の時代にいたという。大変だ、魔物が、黄泉が現れた。しかも英雄様が操られてると。様子を見に行かなきゃ。何人が確かめてきます。現実でそれらしく見せていろう。寄られればヨミが偽物だと気づかれてしまう。俺の主はヨミ様。悪いけどみんな滅ぼさせてもらう。操られてるって本当ですか？そんなことはどうでもいい。ヨミ様に逆らう奴は倒すだけ。これで満足してはいられない。ヨミ様のために戦うぞ。人間どもを滅ぼすのだ。まあ少しはやるようね。いざこの超知竜と勝負してもらおう。ヨミ様に敵対する者は処分する。俺はヨミ様のために戦う。人間は全て敵だ。まだ消えてはいない。いずれまた勝負だ。敵将撃破、次なる目標に向かう。ノーパン、ノーパンだろう。俺は敵視される状況に慣れているけど、君たちには辛いんじゃないか。俺も他人の評価など気にしないのだな。この程度どうということはない。ああ、この行動が世界を正しい道へと導く。俺たちはそう信じて進むしかないんだ。ヨミって伝説の存在じゃなかったのか。
玉木、ここは一旦協力するぞ。ねえ、説明兄様、操られた英雄様もお救いしなければ。これはどういうことだ。なぜ黄泉がここに。三成殿の真意、友として私が問おう。俺たちの目的はあくまでも三勢力の結託だ。雪村には悪いが、痛い目を見てもらおう。尋常に勝負。ここからは本気でいかねば。と戦うことになるとは。三成殿、言葉は無用です。容赦はしない。押し通る。そこだ。あなたの真意、この槍にて問いましょう。どけ。私が行くわ。お見事。あなたの信念、おぼろげながら感じ取れました。すまぬ、雪村。真実は分からないが、彼らが戦うつもりなのは確か。今は玉木や刹那と協力しよう。化け物が3人を狙っているようだ。本物の黄泉が俺たちの目論見に気づいたのかな。彼らを失っては意味がない。密かに始末するぞ。なるほど、あなたは手だ。あれであると認めます。見に返しね。そこだ。兄様、玉木は嬉しいです。よし、3人の力で黄泉たちを打ち破ろう。 Leave it to me. もう仕事の時間。いや、どけ。容赦はしない。押し通る。ヨミに操られているはずなのに、なぜあの方たちは化け物と戦っているのでしょう。おかしい。容赦はしない。押し通る。どけ。英雄さん、
なんで化け物と戦ってるんだ。文句なしの戦果だ。素晴らしい武勇、思わず見とれてしまいます。なぜ彼らは化け物と戦う。私ですか。やはり何か考えがあってのことか。呼ぶのが遅いですよ。脅威が去った。シキラも団結した。残る仕事はただ一つだね。ああ、最後の役目を果たすぞ。大丈夫かい？あいつらさっき黄泉のそばにいたよな。さっきは助けてくれたが、でもな。味方のふりして騙してるんじゃないか。申し訳ありません。そんなつもりでは。怖い思いをしたんだ。本能が俺たちを拒んでも無理はない。ダリウス殿。黄泉が恐れているのはお前たちの団結だ。恐怖と疑念を抱かれた俺たちはその妨げになる。排除しろ、シキ。もう二度と会うことはあるまい。世界を救う道を切り開いてくれたこと、心より感謝する。誠の英雄たちよ。スターズ。福岡に似たり。